6番エントリー。はい、いいですか。はい、令和3年8月14日本日ノービスチャレンジ第27回ですね。よろしくお願いいたします。なんとなんとエントリー数は23人と、昨日の金運でも23人やったんですよ。もう23という数字がちょっと嫌いになるかもしれないですね。お盆で大盛況いただいております。ありがとうございます。では予選第1ラウンド第1組前列グリッド、ニューノヤ選手、岡田選手、太田選手、ニューノヤ選手、岡田選手、太田選手前列グリッドにおつください。その他の方、山室選手、高橋選手、浮谷選手は後列グリッドです。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。はい、では参ります。ノービスチャレンジ予選第1ラウンド第1ヒート3分間周回レーススタートです。スタート10秒前。スタートしました。さあ、緊張感あふれるオープニングラップ。さあ、1周目抜けてきたのは白ピンク色のマシンだ。トップ太田、2番手山室、3番あっと太田ミス。さあ、これでトップ山室、2番手ニューノヤ、3番手浮谷、4番手高橋、いや高橋ミス。さあ、これで4番手岡田、5番手太田、6番手高橋ノーコン。太田さんバージョンアップした。バージョンアップ10秒で終わりますけど。4PM の双葉 4PM のバージョンアップ、皆さんダブル ML に来てもうたら10秒で終わりますんで。大丈夫、太田君はもう予選2回目1回あれば十分やから。さあ、トップは山室、2番手ニューノヤ、3番手ウキヤ、4番手岡田。さあ、2、3、4、あーミスがあった。さあ、これでニューノヤは2番手、3番手岡田、4番手ウキヤ、5番手高橋、6番手太田。さあ、トップは黄色白のマシン山室選手。さあ、序盤から単独抜けてきた。現在ストレートから1コーナー、2コーナーに入っていく。トップ山室選手、2番手ニューノヤ選手がシルバー、オレンジ、黒のラインの入ったマシン。さあ、その後ろメタリックオレンジにグリーンのラインの入ったマシンが岡田選手、3番手。さあ、2番3番ニューノヤ岡田のこれライバル対決熱いですね。2番手3、あっと浮谷ミスがあった。さあ、これで高橋が4番手に浮上、5番手浮谷、6番手太田。レース残り時間は1分15秒です。第2組の方ご準備してお待ちくださいね。操縦台の後ろで第2組の方くじ引き決めてお願い、お待ちください。残り1分です、残り1分です。おっと、さあ2番手3番手入れ替わった。岡田2番手、3番手ニューノヤ。さあ、今度は2番3番争いが前後入れ替えてのバトル。4番手じりじりとその2番手グループに追いついてきたのは白赤グラデーションの高橋選手、5番手にブルーメタリックのマシンが浮谷選手、6番手に白ピンク色のマシンが太田選手。残り45秒です、残り45秒。さあ、トップ山室決めてきてますね。丁寧に丁寧に周回を重ねている。さあ、その後方猛追してきたのは岡田選手だ。さあ、レースは残り30秒。トップ山室守りきれるか。黄色白のマシン、2番手岡田選手が背後 0.6 秒でつけてきた。さあ、この周でさらに、ああ岡田ミス。さあ、トップ山室黄色白落ち着いて周回を重ねております。残り間もなく12秒、ラスト1周どうかというところ、もう1周入るかというところ。さあ、2番手争いはニューノヤ高橋だ。あ、岡田ミンス。さあ、もう1周入った。タイムアップ岡田ゴール、ニューノヤ高橋ゴール、浮谷ゴール、太田ゴール。レース速攻中、ドライバーは動かないでくださいね。ドライバーの方は動かないでください。はい、前者ゴールです。トップゴールは山室選手、唯一17ラップ入りました。3分9秒72トップゴール、素晴らしい。抜けてないで、もう余計な傷口を広げるようなこと言わんといて。あれミスらへんかったらもう一周入ってたって言わんといて、もうそんな余計なこと言わんといて。人のリザルトなんかほっといて、自分がミスらんことを考えてくれ。はい、続きまして予選第1ラウンド第2組、第2組の方、操縦台お決めになりましたらウォーミングアップランクを走行ください。
さあ続きまして WMN ノービスチャレンジ予選第1ラウンド第2組出走ドライバーは山下選手、赤木選手、尾崎選手、山本選手、玉岡選手、山内選手、以上6台走行です。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。 WMN ノービスチャレンジ予選第1ラウンド第2組3分間周回レーススタートです。第3組の方はご準備してお待ちください。第3組の方ご準備してお待ちください。さあスタートしました。さあ緊張のオープニングラップ。さあここあっと FC3S RX7 の玉岡選手が飛んでた。さあもう一度引っかかってるか、白赤のマシンか。さあトップで帰ってきたのはさあスライムのメルセデス AMG GT3。 もうメルセデスに怒られんで。さあブルーのマシンがトップ、赤木選手。そのすぐ後ろ、白蛍光オレンジのマシンが山下選手。3番手山内選手、4番手山本選手、5番手玉城選手、6番手尾崎選手のレースオーダー。さあ序盤ブルーのマシンが抜けてきた。さあ背後、いやいやまだまだ山下が食らいつく。さあ1位2位がトップグループ、赤木山下。さあそして3番手グループは山内玉城、おナロー対決ですね。いやここにさあ山本も入ってきたか。3番手山内、オレンジ黒のマシン R35GTR でしょうか、いや86かな。さあレースは残り2分です。レースは残り2分。山本、玉岡山本234、あ345。さあレースは残り1分45秒です。さあトップは入れ替わ、あっと転倒出た。トップは入れ替わっている。トップは山下、2番手赤木。さあ今度は白、あいや山下ミス。さあオースラインも突っ込んで、さあトップ変わってトップ赤木、山下戻れない。さあ2番手山下復帰、3番手に山本抜けてきた。4番手山内、5番手玉吉、6番手尾崎。あ山下選手マシントラブル。さあマシントラブルだ山下選手。さあこれでトップは赤木単独、ブルーのマシンですね。さあスライムの顔がプリントされているブルーのマシン、赤木選手。現在ストレート1コーナー2コーナーに入っていく。2番手に上がってきたのが山本選手、オレンジ黒のマクラーレン P1GTR 山本選手が2番手走行。3番手にさあ淡々と走る山内選手が3番手走行。4番手玉吉選手が後方、これで1秒という距離でしょうか。5番手山下、6番手尾崎。レース残り時間は35秒です。あーなんでどうなったどうなった。さあ引っかかっていて、これで山内2番手、玉吉3番手。さあ山本がウイングが引っかかって4番手に交代だ。残り20秒です。レースは残り20秒。さあトップ赤木、さあスライムカラーがいい感じで抜けてきた。さあ残りは10、あっと残り10秒残し。さあトップ赤木、おそらくファイナルラップでしょう。さあ中央セクションちょっとそれと頭吉、1コーナー1コーナー1コーナー。さあ次あるゴール、赤木ゴールゴールゴール。レース続行中、レース続行中。ドライバー動かないでくださいね、ドライバーの方動かないでください。まだですまだです、まだドライバーの方動かないでくださいね。玉吉さんリタイアでいいですか。ゴールできへん、はい、じゃあリタイアです。はい、お疲れ様でした。では第2組終了です。続きまして第3組の方、掃除が受け目になりましたらウォーミングアップランご走行ください。では続きまして予選第1ラウンド第3組出走ドライバーは塩坂選手、屋敷選手、内山選手、坂林選手、上田選手、木村選手、以上6台走行です。はい、ああインターバルの時やりません、10秒で終わりますんで。 4PM の方、バージョンアップされてない方、あのインターバルの時にやりますんで、もう10秒で終わりますから。はい、前列グリッド、塩坂選手、内山選手、上田選手、前列グリッドにおってください。はい、自分で行って自分で行って。後列グリッドは屋敷選手、坂林選手、木村選手。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参りたいと思います。 WMN ノービスチャレンジ予選第1ラウンド第3組3分間周回レーススタートです。スタート10秒前。
さあスタートしました。あっとクラッシュマーセルお願いします。1台ぶっ飛んだ。さあトップで帰ってくるのはどのマシンだ。さあトップは上田選手、2番手坂林選手、3番手屋敷選手、4番手内山選手、5番手木村選手、6番手塩坂選手。さあトップは青ピンクグラデーションカラーの上田選手。さあ2番手との距離はこれで 2.1 秒までアドバンテージを奪った。2番手はオレンジ白オートバックスからのホンダ HSV 内山選手。さあ今日はエプソンとオートバックスの HSV が2台走っております。お、2番手入れ替わったか。いや入れ替わりはないか。さあ3番手にホンダ NSX 坂林選手。さあ HSV VS NSX、4番手木村、5番手屋敷、6番手塩坂。さあトップ上田、背後に内山が来た。いや上田ミスター。さあこれで内山トップ、内山トップ、オレンジ白のオートバックスホンダ HSV、 内山選手がトップに立った。2番手ブルーピンクのグラデーションから上田選手。さあ1体マシントラブルか。3番手に坂林選手、さあ3番手木村選手、4番手坂林選手、5番手屋敷選手、6番手塩坂選手のレースオーダー。さあレースの残り時間は1分15秒です。レースの残り時間1分15秒。さあトップ内山選手、さあ背後や上田、や仕掛けたか、これは届かない。これで代わって木村選手が2番手に浮上。3番手上田、4番手坂林、5番手屋敷、6番手塩坂。レース残り時間はラスト1分、塩坂選手はマシントラブル。おきにこんにちは、ありがとうございます。残り50秒です。残り50秒。おっと、さあトップに勝った。さあ木村がトップに立った。白青のエプソンホンダ HSV。 さあそして2番手は内山選手、オートバックスの HSV。さあそしてホンダ勢が3台通じる。あっと、さあ坂林、これで坂林が2番手に浮上。坂林選手はホンダ NSX、HSV、NSX、HSV の1、2、3。さあ4番手ドイツ勢 R8 の上田選手は4番手、5番手屋敷、6番手塩坂。さあ残り時間は15秒です。レース残り時間15秒。さあ木村このまま逃げ切れるか。さあラスト10秒、もう1周入りそうな。トップ2番手はどうなった。2番手は通った。坂林ゴール、内山ゴール、レース続行中、上田ゴール、レース続行中です。ドライバー動かないでくださいね。ドライバーまだまだですよ。まだドライバーの方動かないでください。はい、前者ゴールです。トップゴールは木村選手、15ラップ3分7秒ゴール。はい、では続きまして第4組の方、ウォーミングアップランご走行ください。予選第4組の方、出走ドライバーは初参加の方が3名おられます。芝選手、時岡選手、かなと選手、藤原選手、小西選手、操縦台を決めになりましたらウォーミングアップランご走行ください。かなと君、年をいくつ。7歳、2年生。2年生、本日ミニッツレースデビュー戦、いいですか。はい、では前列グリッドをお付きください。前列グリッド、芝選手、かなと選手、小西選手、芝選手、かなと選手、小西選手、前に車進めてください。はい、3台ね、前出てくださいね。はい、その他お二人は後列グリッドです。はい、スターティングマシャルありがとうございます。初参加の方には優しい WM のレースです。では参ります。 WM ノービスチャレンジ予選第1ラウンド第4組3分間周回レーススタートです。スタート10秒前。さあ緊張のデビュー戦、止まります。一遍止めません。戻してあげてください。戻してあげてくださいね。4つ目の音が鳴ってからね。ちょっと回るから落ち着いていきましょう。はい、スタートです。スタート10秒前。4個目の音は、まちまちのタイミングで出るからね。音聞いてから出てくださいね。まもなくスタート。はい、スタートしました。いいスタートですね。さあ、おっと大クラッシュ。
さあトップで抜けてくるのはどのマシンだ。さあ落ち着いて、とにかく3分間壁に当たらへん練習ですから。さあトップ芝選手、すぐ後ろに小西選手、3番手時岡選手、4番手藤原選手、5番手太田選手。おっと苦しかった。さあ落ち着いて落ち着いて、とにかく壁に当たらないように3分間。さあトップ入れ替わった。これでトップ小西、2番手藤原、3番手、さあ3番手はどうなる。芝時岡の初参加バトルか。いや小西ミスがあった。さあこれでトップ抜けてきたのは黄色黒のマシン藤原選手、2番手に芝選手、3番手小西選手、4番手時岡選手、5番手太田選手。さあレースは残り2分です。残り2分、序盤の1分が経過いたします。おお、さあトップが見事なパッシング、しかし壁にはぶつかる。さあこれでトップは再び藤原、2番手小西、3番手芝、4番手時岡、5番手太田。さあ先頭出ている、落ち着いて落ち着いて。さあこれでトップ変わって小西、あ、シーソーゲームですね。常にトップが入れ替わる。さあしかしこれは小西余裕がありますよ。あとは壁に当たらんと1分30秒。さあ3分間周回レース半分が経過いたしました。レースは残り1分30秒。お、いいですね。さあ先頭が出ている3コーナー、さあトップは小西、単独抜けた展開、2番手に藤原選手、黄色黒のマシンですね。さあ白赤のケンタッキーから KFC スポンサーについております、小西選手。さあ2番手は藤原選手、黄色黒のマシン、いや小西ミス。さあこれで藤原選手だ。さあ黄色黒のマシンがトップに立った。2番手小西、3番手にこれで芝選手ですか、4番手時岡選手、5番手太田選手。レース残り時間45秒です。残り45秒。さあトップ藤原選手、黄色黒のマシン、さあ2番手小西が背後1秒以内でつけている。さあレースは残り30秒、残り30秒。そして3番手争いも時岡芝の初参加バトルだ。さあそして小学生ドライバー太田選手は5番手走行。さあ転倒出た、マシンお願いします。さあ残り15秒、残り15秒。さあ藤原逃げ切れない。さあ小西背後、残り5秒、もう一度入るかどうか。さあミスがあった。さあこれで小西抜けるのか。もう一周、小西もう一周、芝ゴール、芝ゴール、小西もう一周。あの丁寧に回った試験が良かった。最後最高でしたね。藤原ゴール、レース続行中、レース続行中、あと2台、レース続行中、もう1台。さあ小西トップゴールです。唯一13ラップ入りました。3分14秒71でゴール。いやいやいや、いいレースでしたね。お疲れ様でした。ではインターバルは3分間ですね。インターバル3分間、1回目の集計が間もなく出ます。1回目の集計が間もなく出ます。さあ3番手争いも芝時岡、最後逆転がありましたか。そうですね、第4組の方コースマーシャルお願いいたします。はい、第4組の方はコースマーシャルです。さあ続きまして WML ノービスチャレンジ予選第2ラウンドに参りたいと思います。ちなみに先ほど暫定ポールタイムは17ラップ唯一マークしました山室選手。3番エントリー、今日は決勝は887ですか、887ですね、上位8台間の8台、1番ケツから7台で決勝組み上げとなります。ボーダーは今んとこ、暫定8位山内選手は15ラップの3分3秒、暫定9位木村選手が15ラップの3分7秒、この間に、決勝の組み上げのボーダーが1個目、ほいで16位と17位の間ですか、暫定10、あ、うまいこと、これ綺麗に14ラップ入ったら決勝真ん中組ですね。はい、それでは参りたいと思います。前列グリッド
山室選手、高橋選手、浮谷選手。山室選手、高橋選手、浮谷選手、前列グリッドです。後列グリッドは、ニューナヤ選手、岡田選手、太田選手。では、参りたいと思います。WMN ノービスチャレンジ、予選第2ラウンド、第1組3分間周回レース、スタートです。スタート、10秒前。さあ、このスタート位置の布陣が、どういったレース展開に影響が出るんでしょうか。まもなくスタート。さあ、スタートしました。あー、一体ぶっ飛んだ。さあ抜け、やはり山室か。さあ2回目予選、もう山室抜けてきた。しかし今度は 4PM10 秒でバージョンアップした太田選手が背後つけている。もうこれで10秒で 4PM の安定性が一気に上がった。さあそして3番手には岡田選手、山室岡田、いや山室太田岡田、山室太田岡田。さあ4番手浮谷、5番手高橋、6番手ニューニュー。これでこう 4PM のバージョンアップの進化が問われます。おーおー、差し掛けたか。さあこれでインアウト入れ替わった。おお、さあ123、このバトルはうまい。お互いスペースラインを残しつつのバトル。これな、今の前絡んでくれたら岡田さん惜しかったのにな。さあこれでトップ変わって太田、2番手山室、3番手岡田。さあ123ストレートの3台、4番手に浮谷、5番手ニューネア、6番手高橋。あークラッシュ。さあこれで美味しいのは太田。さあ2番手山室、3番手に上がったのは浮谷、4番手岡田、5番手ニューネア、6番手高橋。レースの残り時間は1分35秒。さあ間もなく折り返してんだ。さあ半分が経過いたしまして、トップ太田。さあ現在2コーナー3コーナーに入っていく白ピンク色のマシン、後方黄色いマシンが山室、2番手、3番手ブルーメタリックのマシンが浮谷選手、4番手オレンジメタリックにグリーンのラインの入ったマシンが岡田選手、5番手高橋、6番手ニューニューが現在ストレートの2台。さあトップ太田、 4PM をバージョンアップしたら一気に濃紺が収まったと。さあトップ太田、現在挑戦者、ちょっとランマーカーが怪しかったが、はい、ありがとうございます。さあ2番手山室、黄色いマシン、その後ろブルーのマシンが浮谷選手。さあレースは残り50秒です。1分切りまして残り50秒。順位の方はトップ太田、2番手山室、3番手浮谷、4番手岡田、5番手ニューニュー、6番手高橋。さあ白ピンク色、太田選手現在中央セクション、黄色いマシン山室選手が後方 0.85、 浮谷選手が 0.、 同じく8、3番手。レースは残り30秒。もうちょっとここまで来たらノービスチャレンジってノービスでもないな。もうすごいすごいハイテクニックなレース展開ですね。残り時間15秒です。トップ太田、2番手山室、3番手浮谷、4番手岡田、5番手ニューニュー、6番手高橋。さあ残り10秒。さあ太田も一周入るか。2番3番もまだ届きそうだ。さあどうだ。さあここでタイムアップだ。各社メのファイナルアップ、岡田ゴール、岡田ゴール、レース続行中、レース続行中、ニューネゴール、ゴール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 、はい、でしたゴールです。トップゴールは太田選手、17分3分8秒41。ごめん、バージョンアップしてもうたわ。さあバージョンアップした太田が濃紺一切なくなってトップゴール。さあ続きまして第2組の方、ウォーミングアップランご走行ください。ウォーミングアップランご走行ください。はい、では続きまして予選第2ラウンド第2組、出走ドライバーは山下選手、赤木選手、尾崎選手、山本選手、浜岡選手、山口選手、ご準備の方お願いいたします。さあ先ほど第1組は3台のドライバーがタイム上げてきた。暫定ポールは太田選手が17分3分8秒、山室も17分3分8秒、浮谷選手も17入れて3分9秒と上位3台が更新です。いいですか。では前列グリッド、赤木選手、山本選手、山内選手、はい、前列をください。後列グリッドは山下選手、尾崎選手、玉岡選手。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。それでは参ります。 WMN ノービスチャレンジ予選第2ラウンド第2組3分間周回レーススタートです。スタート10秒前。さあ間もなくスタートです。フライングにご注意ください。
さあ、あっと、さあ、後方からんだ。さあ、スタートを抜けてくるのは、おっと、スライムが引っかかった。さあ、これで、おっと、FC がひっくり返った。さあ、トップは山本。2番手、赤木。3番手、尾崎。4番手、山下。5番手、玉吉。6番手、山内。さあ、トップ、山本。いい感じで抜けてきたぞ。オレンジ、黒のマシン。現在、中央セクション。その後方、ブルーのマシンが赤木選手。3番手に白地に赤い模様の入ったマシンが尾崎選手。4番手電色鮮やか RX7 の玉吉選手。5番手すぐ後ろ山下選手。6番手オレンジ黒の山内選手。レース残り時間は上あっと、さあ1車線とデータがラッキーでクリア。さあ残りは2分10秒です。序盤の1分が経過しようというところ。トップ山本依然キープ。現在中央セクションオレンジ黒のマシン。さあそして2番手赤木選手がブルーのマシン、その差が 1.3 秒差。さあ3番手尾崎選手が後方 1.5 秒。4番手に上がってきたのは山下選手。白地に蛍光オレンジのラインの入ったマシン。さあ尾崎が見捨て、山下が背後しか、いや山下もしかし見捨た。さあ残り時間1分40秒です。レース残り時間1分40秒。トップ依然山本、2番手赤木が後方1秒、3番手少し間が空いて尾崎が3秒後方、山下4番手、5番手玉吉、6番手山内。レース残り時間は1分30秒、折り返し地点を過ぎました。3分間周回レース半分が過ぎまして、残り1分30秒、トップ山本キープ。さあラップマーカーが入り乱れてきて難しくなってくるレース展開。オレンジ黒のマシンがトップ山本選手、2番手ブルーのマシンが赤木選手。さあありがとうございます。さあラップマーカーも上手ですね。さあうまく1位2位が抜けて、山本赤木依然トップ争い。さあそして3番手争いは尾崎山下、3番手争いだ。レースは残り1分切りまして、残り55秒。さあ3分間周回レース2分が経過いたしました。さあこれで山下が前に出たか、多分これ生かした方がいいですよね。前で踏ん張ってミスるんやったら後ろの車を生かした方が予選は絶対いいです。自分のタイムを残すためには無理な走行が一番もったいないですね。無理してミスるのが一番のタイムロス。後ろの車1台生かせる分には予選は総合の順位争いですので。残り30秒、さあレースは残り30秒。フラッシュしたら他の車にも、見えない他の車にもいっぱい抜かれます。残り時間まもなく20秒です。トップ山本依然キープ。さあ赤木が背後怖い距離でつけている 0.7 秒だ。3番手に山下、4番手尾崎、5番手玉吉、6番手山内。残り10秒。さあ残り10秒。さあトップグループはファイナルラップ。さあ各社ファイナルラップに入っていく。さあもう一周もう一周。さあここで3分経過、入った尾崎もう一周、次からゴールとなる。ということはトップ山本ゴール、赤木ゴール、玉吉ゴール、レース続行中、山下ゴール、山内ゴール。まだレース中です。ドライバー動かないでください。回転車ゴールです。トップゴール山本選手、16ラップ3分3秒51。さあなかなかの好タイムをマーク。では続きまして第3組の方、操縦台お決めになりましたらウォーミングアップランご走行ください。さあ続きまして第3組出走ドライバーは塩坂選手、屋敷選手、内山選手、坂林選手、上田選手、木村選手、以上6台走行です。いいですか、前列グリッド、屋敷選手、坂林選手、木村選手、前列グリッドにお付きください。後列グリッドは塩坂選手、内山選手、上田選手。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。 WMN ノービスチャレンジ予選第2ラウンド第3組3分間周回レース、スタートです。スタート10秒前。さあスタートしました。おっとストレート1台かるんだ。さあトップで抜けてくるのは坂林選手、すぐ後ろに木村選手。さあ最新鋭ホンダ NSX がトップ走行、背後にはおっと、さあ木村選手が前に出た。さあトップ膨らんだところ、木村選手がうまく前に出た。トップ木村、そしてそれについてきたのが上田選手。3番手坂林、4番手屋敷、5番手内山、6番手塩坂。さあトップ変わって上田、青にピンクグラデーションから2番手背後木村選手、3番手に坂林、4番手屋敷、
5番手内山、6番手塩坂。レース残り時間は間もなく2分となります。序盤の1分が経過いたします。おっと、さあトップ見つかった。さあ一気に木村チャンスを見逃さなかった。中央転倒、マーシャルお願いします。はい、ありがとうございます。さあトップ木村うまく前に出て、背後上田が何秒でしょうか、 1.7 秒。さあそして坂林もまだまだ食らいついている 0.9 秒。3番手4番手内山、5番手塩坂、6番手屋敷。さあ残り時間1分30秒。あ、屋敷さんワンラップ抜けね、修正します。残り時間は1分20秒です。トップ上田、さあ2番手が絡んだ。さあこれで坂林が2番手に浮上。3番手木村、4番手内山、5番手塩坂、6番手屋敷。残り時間間もなく1分です。残り時間間もなく1分。おっとクラッシュオン。さあこれでトップがクラッシュして、背後坂林が 0.5 秒。さあラップマーカーが入り乱れて難しいレース展開。さあトップ上田、2番手坂林、3番手木村。さあ木村もまだまだトップグループの背中が見えている。レース残り時間は35秒です。さあトップ上田、ブルーにピンクのマシン、2番手グレーに黄色いラインの入ったマシンが坂林、ストレートの2台。さあレースは残り30秒。さあ木村少し遅れたが、4番手に内山、5番手屋敷、6番手塩坂。残り間もなく20秒。残り20秒。さあトップ上田このまま逃げ切れるか。残り15秒。残り10秒。ラスト10秒。さあ各社ファイナルラップに入っていく。さあ一瞬ヒヤリとしましたが、さあトップ上田キープ、2番手坂林後方 0.9 秒。さあここでタイムアップ。さあゴールできるか。ゴールゴールゴール。レースト高中、レースト高中です。まだもう1台、もう1台ですよ。はい、お疲れ様でした。電車ゴールトップゴールは上田選手、15ラップ3分4秒90。さあ土俵際粘り切りました。トップゴールは上田選手。はい、続きまして第4組の方ご準備ください。さあ第4組の方、操縦台お決めになりましたらウォーミングアップランご走行ください。出走ドライバーは芝選手、時岡選手、金戸選手、藤原選手、小西選手、以上5台走行です。はい、では行きましょうか。前列グリッド、時岡選手、藤原選手、時岡選手、藤原選手、前に出てください。2台ね、金戸君後ろね、黄色と赤が前ですかね、黄色と赤が前ね。はい、芝選手、金戸選手、小西選手は後列グリッドです。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。 WMN ノービスチャレンジ予選第2ラウンド第4組3分間周回レーススタートです。さあこのレースで予選工程終了となります。さあ落ち着いて3分間ね、丁寧にいきましょう。最高峰まで下がってください。はい、 OK、 それで OKOK、 あ、もう一遍行こうか。もう一遍行きますわ。2人フライングしたんで、もう全然全然、もう一遍行きます。スタートもう一遍行きます。トラブルもありますんで、ボディも外れてるんで、初参加とかビギナーの方にはもうめちゃめちゃ優しいんで、めちゃめちゃ優しいですから。慣れてるもんがマーシャル使えへんとかもう激怒りするから、ね、あ、直し上げて、はい、大丈夫大丈夫ですよ。テープももう一遍貼り直しましょうね。初参加の、ボディテーピングのとかもね、お忘れないように、テープはテープ台4つ置いてますんで、店内にもうどれでもセロテープ使い放題、はい、貼り放題。ただあのよくあのがあのきつく張りすぎて練習走行と全然動き変わるとかね、あのボディが逆にタイヤに当たっちゃって決してあレース走れへんようになるとかなんで、あのテープ貼る練習も普段のフリー走行でしといてくださいね。どういう風にテープ貼ったらあのスイッチかぶらへんから大丈夫とかね、いろいろあのもうレースって全てが経験ですんで、だもう初めての方で走れへんなんか当たり前なんで、あのレース出んのが恥ずかしいっていう人やるんですけど、どんな人でもレース初参加の時は誰も走れてないんで、
今めちゃめちゃうまい人でも初参加の時はリタイアとか普通にしてますから、もうレースなんかガンガン参加しましょうね。はい、では参ります。ノービスチャレンジ予選第2ラウンド第4組3分間周回レーススタートです。スタート10秒前。あれ、弁当屋さんが2回見きはった。はい、どうも、2回見きはった。はい、スタートいたしました。予選第2ラウンド第4組、落ち着いて、ここからね、こけた後ミスらんよね。こけ、おお、すごいすごいな、今の神業やったな、今のディフェンダーの資格をついて後ろを回るみたいな感じだったさあ、トップで帰ってきたのは小西選手。さあ、KFC をスポンサーに、あー、トカシ大丈夫、何事もなかったかのように帰ってきた。さあ、2番手は時岡選手、3番手藤原選手、4番手芝選手、5番手太田選手。あ、マシントラブルかな、見てあげてください。一旦回収で、お父ちゃん、かなとの車が壊れてる。お父ちゃんがおらへん。内山さん直せる？大丈夫？あ、でも内山さんもね、結構クラッシュし慣れてるからね壊れた車案外直せる、ね、自分の車壊しまくってるからさあ、トップは小西。さあ、KFC、 あっと、クラッシュが出た。さあ、大丈夫？戻ってきて、トップのマシンは現在ストレート1コーナーに入っていく。さあ、2番手時岡選手が後方6秒、3番手に柴選手、4番手藤原選手、5番手金人選手。さあ、レースは残り1分40秒です。残り1分40秒。さあ、トップは KFC をスポンサーにまとって小西選手、現在計測からストレートに入っていく。いいですね、この小西選手、この丁寧なドライビング、とにかく丁寧に周回を重ねる。さあ、2番手時岡選手が赤いマシンでしょうか、現在ストレート。3番手芝選手、こちらも初参加の3番手走行、芝選手が 4.6 秒後方。4番手藤原選手は黄色黒のマシンですか、前との距離は3秒というところでしょうか。これ丁寧にいけば前に追いつく、ミスったら離れていく。レースは残り1分です。残り1分。さあ、これで小西選手は全車ラップですね。そう、小西選手はもう丁寧に壁に当たらないように周回を重ねる。2番手時岡選手、3番手芝選手、さあ、初参加時岡芝の2番手争いが 1.2 秒差だ。4番手に藤原、5番手かなと。そう、落ち着いていきましょう。トップは小西、2番手時岡、3番手芝。さあ、クラッシュ型が残り30秒です。残り30秒。落ち着いて。さあ、これで藤原前に出た。3番手に藤原。さあ、残りは15秒です。残り15秒。ゆっくりでもいいですから、壁に当たらないように周回を重ねていきましょう。さあ、藤原2番手見えましたよ。いやー、ミスター。さあ、ストレートぶっ飛んだ。なぜかストレートぶっ飛んだ。さあ、ストレート1台クラッシュ。さあ、タイムアップ、ファイナルラップ、各社ファイナルラップです。さあ、小西が丁寧に帰ってきてゴールです。続いて時岡選手ゴール、芝選手ゴール、藤原選手ゴール。レース走行中まだです。ドライバー動かないでくださいね。まだレース中はドライバー一切動かないでください。はい、まだレース中ですよ。かなと頑張って。はい、全車ゴールです。トップゴールは小西選手、14ラップ3分8秒30。さあ、以上にて予選集計出ます。まずはラウンド2のリザルトですね。予選第2ラウンドリザルト出ます。これは総合ではございません。伺ってに受けたでしょ。
はい、では決勝組み合わせ間もなく発表です。決勝組み合わせ出ましたら、インパワーの3分の後に決勝を出したいと思います。3分後、決勝第1グループから行います。口頭でもお伝えしておきましょうか。決勝第1組、屋敷選手、小西選手、塩坂選手、時岡選手、千葉選手、藤原選手、太田選手が決勝第1組ですね。第2組、まだあの2分40秒後ですよ。2分40秒後ね。で第2組、山下選手、尾崎選手、山内選手、玉吉選手、上田選手、坂林選手、木村選手、内山選手、以上8台が第2組です。第3組、太田選手、山室選手、浮谷選手、岡田選手、ニューノヤ選手、高橋選手、山本選手、赤木選手、以上8台で決勝第3組です。現在インターバル残り2分10秒ですので、第1組の方ご準備してお待ちくださいね。第1組の方もう一度読み出し、呼び出ししておきます。屋敷選手、小西選手、塩坂選手、時岡選手、千葉選手、藤原選手、金戸選手、ご準備の方、お待ちください。ご準備してお待ちください。さあ決勝は4分間レースです。決勝は4分間レースです。何なくした？バッテリーホルダー。あ、バッテリーホルダー、バッテリーホルダー。キットにはなかった。どこで外れた？で、ブロワーで外れたわけじゃない？何を？収集やった。ああ、収集やった。収集やった時に。あ、ここにはもうなかった。バッテリーカバーどこか脱落で落ちてません。どの方バッテリーカバーチャージのバッテリーカバーどの方移動した方あんな大物がこの人数で探してないってじゃあ2個ともないってこれつけはめ、つけ忘れてんか2個ともないねんでコース上ではないやろこれ絶対つけ忘れやんつけ忘れやんこれすいませんいやいやこの推理は難しかったなこれもう名探偵コナン連れてこなこの謎は解けんかったはい第1組の方は準備してる他の方は第1組の方準備してくださいよインターバル間もなく終了しますんでさあ、決勝第1組は7台走行です。出走ドライバーは屋敷選手、小西選手、塩坂選手、時岡選手、千葉選手、藤原選手、太田選手、何回も聞いておきますがボディーテーピングを忘れないですね。皆さん大丈夫ですね。ボディーテーピング必ずするようにしてくださいね。はい、いいですか。では1番グリッドからお付きください。1番グリッド屋敷選手、2番グリッド小西選手、3番グリッド塩坂選手、4番グリッド時岡選手、5番グリッド芝選手、6番グリッド藤原選手、7番グリッド金戸選手。1番グリッド屋敷選手、2番グリッド小西選手、3番グリッド塩坂選手、4番グリッド時岡選手、5番グリッド芝選手。言われた番号どこについてくださいね。
え、時岡さん前じゃないの？時岡さん結構人の話聞かへんタイプやな。4番時岡さん、5番芝さん、6番藤原さん、7番太田さんね。はい、では参りたいと思います。 WMN ノービーチャレンジ決勝第1グループ4分間周回です。スタートです。とにかくね、とにかく壁に当たらへんように4分走る練習やと思って。では間もなくスタート、フライングにご注意ください。さあスタートしました。さあ落ちで回してお願いします。ここからね、転倒した後ゆっくりでもええからノンミスで帰ってきましょう。そうしたらどうせ前で止まってる車が何台も出てきますから。さあ落ち着いて落ち着いて。さあトップ屋敷、2番手小西、3番手時岡、4番あっとクラッシャー、クラッシャー大丈夫か。さあ順位整理しますよ。トップ屋敷、2番手小西、あっと大クラッシュ、3番手音はさあトップグループ一瞬ヒヤリとしましたが、3番手これで塩坂があったか、4番手時岡、5番手藤原、6番手芝、7番手かなと。さあ落ち着いて落ち着いて。おっとさあトップミスター、いやしかしキープ、いやトップは小西か、失礼、小西はミスってない、トップは小西。さあ丁寧に丁寧に周回を重ねる2番手屋敷ですね、2番手屋敷、3番手塩坂、4番手時岡、5番手藤原、6番手芝、7番手カノト。さあトップ小西が KFC 白赤のアウディ歩いてですね、ちょっとパッと見赤のしましまに見えます、白赤のマシンが小西選手、2番手屋敷選手がシルバー赤のアウディ歩いて、さあそして3番手争いだ、塩坂赤にボンネットとルーフが白いマシン、さあそのすぐ後ろ赤白対決ですね、赤白対決、4番手東京、ああクラッシュ中央マーシャルお願いします。さあトップが絡んだが、まだ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 、いや小西選手だんだん余裕なくなってきたまだまだではない。さあ2番手屋敷はどこ行った、まあまだまだか、いや変わってんのか、さあトップ変わってた、さあ屋敷トップに立っている、さあ小西が乱れ出した一気に、さあこれでトップは屋敷勝ってる。さあしかし屋敷も絡んだが、さあここはトップ抜け出てきた、屋敷選手がトップ、2番手も変わってる、これ塩坂選手2番手、3番手小西、いやこれで小西、いやまた2番、3番塩坂、さあこれで時岡抜けた、3番手、いやさあ抜けはしない残り1分15残り1分15、さあなぜか屋敷も絡まれ出した、さあ屋敷はトップ、2番手塩坂でキープですね、さあ塩坂2番手、3番手に時岡、4番手小西、5番手藤原、6番手芝、7番手太田、さあラスト1分、ラスト1分さあ屋敷はこれで全車ラップ状態か、屋敷トップ、2番手に塩坂、3番手時岡、4番手小西、5番手藤原、6番手芝、7番手太田、さあとにかく丁寧に、さあ屋敷がこれでもう完全に一人旅ですね、シルバー赤のアウディ R8 がトップ走行、2番手に塩坂、赤白のマシン、レースは残り30秒、3番手に小西、4番手時岡、ここが 2.4 秒だ、5番手藤原、黄色黒のマシンですか、6番手芝、7番手かなと。さあ塩坂も2番手キープだ、さあ小西3番手、レースはラスト10秒、さあ屋敷ファイナルラップだ、トップ走行、ファイナルラップ、ファイナルラップ、もう一周入った入った、もう一周入った、さあ塩坂がゴール2番手、さあ粘り切りました、屋敷トップゴール、レース続行中、さあ小西が3位でゴール、レース続行中、ドライバー動かないでくださいね、まだですよ、まだです、まだですよ、まだまだです、まだね、ドライバー動かないでください、一切動かないでください、レース中です、レース中です。さあかなとがゴールで全勝ゴールです。
トップゴール屋敷選手、2位塩坂選手、3位小西選手でした。お疲れ様でした。いやいや熱いレース、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おい、謝りやがる。いや気にしない気にしない、そんな気にしなくていい、そんなもん、そんな一切気にしない、そんな分からへんもん、そんな割れた。はい、では続きまして決勝第2組ご準備ください。はい、では1番グリッドから参りましょう。山下選手、2番グリッド尾崎選手、3番グリッド山内選手、4番グリッド玉木選手、5番グリッド上田選手、6番グリッド坂林選手、7番グリッド木村選手、8番グリッド内山選手、以上スターティンググリッドにおつください。あ、8台フルグリッド決勝レース第2組、はい、スターティングマーシャルありがとうございます。それでは参ります。スタート10秒前。さあとにかく落ち着いて4分間回っていきましょう。まもなくスタート。さあスタートしました。 WM ノービスチャレンジ決勝第2組。さあちょっと、おっと、さあトップが見た。さあそこに絡んで、いや抜けてこないか。さあトップは山内、トップ山内が抜けてきた。2番手玉吉、さあナローの2台が1位2位だ。3番手にはギャーと大クラッシュ。さあこれで2位かどうなった。トップ山内、2番手木村、3番手内山、4番手玉吉、5番手上田、6番手尾崎、7番手坂林、8番手山下。さあまだまだ序盤、レースは残り3分20秒。こっからですよ、こっからミスランド。スタート直後はもう全体的にバタバタしますんで、こっから落ち着いてミスったもんが落ちていく。さあクラッシュだった。トップ山内キープ、2番手木村、いいですね、この2台が綺麗に丁寧に抜けてきている。さあ3番手内山、内山もいいぞ。4番手上田、5番手玉吉、6番手山下、7番手坂林、8番手尾崎。さあトップはナローの山内選手だ。八六ですね。さあトップはトヨタ八六山内選手。2番手ホンダ HSV 木村選手、BRZ、 なるほど、スバル BRZ、 失礼。さあトップはスバル BRZ の山内選手。さあ点灯出ております。はい、ありがとうございます。さあ2番手木村選手、白地に紫のエプソンから。さあ山内トップ、2番手木村。さあ3番手争いはどうなった。3番手上田が抜けてきたか。さあ3番手には上田。残り2分。さあ残り2分。さあ残り1分50秒。さあトップこれで変わって木村、2番手山内。さああと1コーナー、大クラッシュ、1コーナークラッシュ、止まった止まった、マーシャル回収してあげて、回収。さあ大クラッシュで上田選手が痛恨のコースオフ。あ、後ろでドライバーに渡してあげてくださいね。さあドライバー前には降りないようにしてください。残り時間1分20秒です。残り時間1分20秒。さあワンクラッシュでレースが終わってしまう。さあ痛恨のクラッシュ、トップは木村。さあエプソンカラーのホンダ HSV、 2番手は山内キープ。さあ3番手は、3番手山下、内山来たかな。さあレースは残り1分、ラスト1分、ラスト1分。3番手はこれ山下ね、山下3番手ね。さあ残り時間40、あテント、マーシャルお願いします。はい、ナイス。残り40秒。さあ木村このまま逃げ切るか。ミスったら山下選手は追いつくよ。さあ 山下もうついですね。さあ白蛍光オレンジの山下選手、ただ前の順位が優先ですからね、決勝レースは前の車が優先ですから。
さあ残り15秒、なんぼストレート速かろうが前の車が優先ね。残り10秒、あーしかしミスター。さあこのプレッシャーうまい。さあトップ、さあ山下トップ、さあ逆転でトップに立ったぞ。残りここでタイムアップだ。さあ山下がトップゴール、坂林玉吉ゴール、山内ゴール、レッド途中尾崎ゴール、まだですよ木村ゴール、内山ゴールで上田選手はリタイアね。はい、転車ゴールでーす。さあ最後の逆転、山下選手が最後の最後で追いつきました。お疲れ様でした、お疲れ様でした。ごめん、山内さんと木村さんってどっち先やったっけ最後分からんかった。木村さんと山内さんって最後どっち先やった。山内さん、山内さん、あ、だ木村さんが引っかかってるゴールできひんですね。あ、ほなこれで一応順位確定しますよ。一応マイラップ出します、マイラップ出します。まあ、レース結果のマイラップ出しますんで、あの各自ご自分で、はい、ウォーミングアップランよろしいですか。はい、ではスターティングリードにおってください。1番グリッド太田選手、2番グリッド山村選手、3番グリッド浮谷選手、4番グリッド岡田選手、5番グリッドニューニュー選手、6番グリッド高橋選手、7番グリッド山本選手、8番グリッド赤木選手、全8台。さあノービスチャレンジといえども猛者が集まりました。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。それではスタートです。さあ本日はなんと23台エントリーいただきましたノービスチャレンジ、あ、以上が最終決勝レースです。さあスタートしました。あっとやっちゃった。さあポールスタート2コーナーでやってしまった。これもあるんですよね、こうゼロスタートの時ってスピードの乗りが違うんで。さあこれで山室浮谷が抜けた。3番手岡田、4番手ニューニュー、5番手太田、6番手赤木、7番手高橋、8番手山本。さあ序盤の布陣が配置されましたが、さあトップグループ3台のバトルだ。山室浮谷岡田、少し間が空いて4番手ニューニュー、5番手太田。さあ太田がもうニューニューの後ろに来た。さあ生かしたか。さあ生かすのも作戦ですよね、生かすのも作戦。おっと、さあトップ入れ替わっている。さあ浮谷岡田山室の順、しかし三つどもえ。おっと、さあストレート1コーナーのツッコミで、さあ岡田が前に出た。今度は岡田浮谷山室ね、これ3人やり合ったら後ろが追いついてくるから。さあ4番手ニューニュー、5番手太田、赤木高橋山本、すごい。残り2分45。あーっと、さあミスがあった。さあミスがあったら連鎖反応、トップから2番手浮谷、3番手山室、ニューニュー4番手、5番手高橋、6番手太田、7番手赤木、8番手山本。とにかくミスってはいけない。残り時間2分30秒。さあトップ岡田、ここから落ち着いていきましょう、落ち着いて。さあ2番手浮谷、その差 0.5 秒、3番手に山室が 0.8 秒、4番手ニューニューが山室の後ろ1秒、5番手高橋、6番手太田、7番手赤木、8番手山本。さあトップ岡田このまま逃げ切れるか。最後浮谷がプレッシャー、おっとさあこの周詰めた 0.3 秒。3番手は山室、4番手ニューニュー、レース残り時間1分50秒。あっと浮谷ちょいミス。さあこれで岡田の後ろ楽になったぞ、浮谷との距離は 1.3 秒。さあそして3番手の山室が寄ってきて、浮谷山室の2番3番だ。4番手ニューニュー、まだまだ食らいつく。高橋も怖い存在だ。太田がここ6番手、7番手赤木、8番手山本。レース残り時間は1分30秒。さあ4分間周回レース、あっとさあ2番3番クラッシュがあった。さあこれで山室が2番手に浮上、3番手浮谷、4番手ニューニュー。さあこれ岡田のねトップ勝ちパターンですよ。
2位以下がガチャガチャやってくれたら、トップはただもう落ち着いて自分のペースを守って走るだけですから。2位以下、これで山室が2番手、岡田との距離は 2.5 秒、3番手浮谷、4番手ニューニュー、5番手高橋。さあこれもう3、4、5、ここまではまだまだ分からない。レース残りは45秒です。レース残り時間45秒、あっと浮谷ミス。さあこれでニューニューが粘って粘って3番手だ。岡田、山室、ニューニュー、浮谷、高橋。さあ太田もまだ前が見えているぞ。5番手までは前との距離はまだまだ分からない。レースはラスト30秒、もうなんか4分あっという間ですね。さあ岡田逃げ切るか、あーっと高橋転倒。さあ残り時間は間もなく15秒。さあトップ岡田に、おっとちょっとプラス4だ。ラスト10秒、2番手山室との距離 1.4 秒。さあこれ最後の山場ですよ。タイムアップ、ゴール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 、まだ相手にしたゴールです。トップゴールは岡田選手、2位山室選手、3位ニューニュー選手でした。お疲れ様でした。いやいや、いいレースでした。もうちょっともうノービスっていうレースではないですけどね、もうこうなってくると。はい、以上にて本日全レース終了です。